皆さんこんにちは、モレノです。本日はメッシやっていきます。まあ本当に使ってみたかったっていうのがなぜメッシにした理由です。でまあ昨日ロナウドやってやっぱり強くて、まあ今年メッシどうなんだっていう話だと思っていて、まあメッシに関しては現在13万コインになります。まだレーティングも90ありまして、まあ比較的あのトップティアのレーティングは保っている状態でマイアミに移籍してます。でケミストリーがやっぱり若干大変かなっていう気はします。あのジョルディアルバは全然やれるので、個人的にはまあジョルディアルバ必須かなと思ってます。でまあそれプラス A でアルゼンチン人で固めるのか、もしくはこの25レベルでもらえるイジャラメンディ、まあ元々レアルの選手で、まあレアルソシエダにもいましたが、あの非常にいいです。あの特にねボランチで、まあ、カンテのような役割で右ハイの選手で、あのペースも加速が98までいくので遅くないですし、守備スタッツもあるのでかなり使いやすいです。であとはまあキエリーニ、これちょっとエボリューション強で終わっちゃいますが、ついでに取りました。まあここら辺かな。まあ今後多分キエリーニ、ジョルディアルバ、あとブスケツあたりは強いから出てくるでしょうから、ちょっともうそろもうちょい様子見って感じじゃないですかね。でメッシに関しては169センチ、ローローはクレートの44の左利きになります。まあ毎年ローローで来てるメッシですが、ここは正直気にならないですね。まあメッシらしさを良くも悪くも あるっていう感じで、攻撃ポジションが高いおかげで、まあ、積極的に動きはしないんですけど、あのいいところにはいるなっていう感覚は常にあります。で今回ハンターつけていきます。おそらくハンター一択じゃないですかね。まあドリブルスタッツ上げる必要性もパススタッツもないので、ってなってくるとペースシュートを上げてあげるのがベストだと思います。フィジカルもまあメッシなので、あのちょっと上げるのは違うのかなっていう感じですね。まあ能力今年もある程度強いですね。加速が95で、まあスプリントスピードが82までいくので、あまり遅いとは感じないと思います。決してまあスピーディーな選手ではないんですが、でなおかつシュート能力が、まあ、決定力が97、シュート力が87までいくので、まあ十分なあのシュート能力も発揮してくれるでしょう。でパス、ドリブルに関しては文句ない数値です。でやっぱりこのプレースタイルですよね。テクニカルプラス、もう今年のゲームプレイを象徴しているプレイスタイルじゃないですか。ナンバーワンのプレイスタイルだと思ってます。まあムシアラ使っててもベルシェル使っててもやっぱりドリブルのキレが全然違うので、他の選手と比べて、でなおかつまあ俊足であったりトリベーラ、あとはまあティキタカ、鋭いパス、高精度セッター、素晴らしいプレイスタイルを持ってますね。今回どこで使っていくかというと 4-2-3-1 のトップ下、やっぱりここですよね。指示は何もつけていないです。ここと、あと4-3-2-1の右ウィング的な感じで使っていく、まあ、3センターフォワードですね。を使っていく形で考えています。攻撃ポジション、どちらかというと、どこでもで、あの、中の方が、あの、適正かなとは思ってますが、外もできるとは思ってます。では、メッシ見ていきます。この選手がメッシです。ドリブルに関しましてはもう文句のつけようがない選手です。今作間違いなくナンバーワンだと思いますし、素晴らしいです。もう本当に素晴らしいです。あの自分自身が思い描いているドリブルもしてくれますし、まあ細かいドリブルであったり、まああとはやっぱりこのコントロールですね。まあ、ここは自己的なゴールですが、コントロールドリブルが全くスピードが落ちないので、もう本当にフルスピードでコントロールドリブルができるっていうのは、まあ、相手にとって驚異的ですし、でなおかつまあメッシがそれをするので非常に嫌ですよ。でここのシュート能力ですね。で、まあ、全体的にこの選手使っていて、まあ、弱点っていうのはもう本当にあのメッシである小ささっていうところだと思うんですけど、まあ、トップ下としての動きを見ていても、あの動き方としても素晴らしいですし、まあ、ロールのワークレートってこの選手の場合全く気にならないですし、あのむしろスタミナが少し低い分トップ下というポジションにあの固定でいてくれるっていうのはこの選手にとっては一番合ってるのかなとも思いますね。で今のパスも素晴らしいですね。で、まあ、本当に今作使ったトップ下の中ではナンバーワンの評価を上げたいです。まあ、こういうシーンでも持っていけますからね。で最後、まあ、自分でフィニッシュまで持っていく、まあ、本当に何でしょう、できないことがないトップ下だなと思いました。
やっぱりここまでドリブルができて、でなおかつ、まあ、スピードもあるんですよ。やっぱりこういった抜け出しっていうのもできる選手で、文句のつけようがないですね。でまあフィジカル的な弱さはもちろんあるんですけど、それはもうメッシの使い方ではなくなるの でここでアワールで受けて、そのワンタッチで右足で打っていくっていうのもできますね。でまあ逆足に関しては例年割とメッシの右足って弱いなっていう印象があるんですが、今年に関しては全く問題なかったですね。全然右でも打てるなって思いましたし、そこはまあ左右、まあ、逆足4の選手でここまでシュートスタッツがある選手なので、もう気に、まあ左足の方が強いですよ。強いので左で打てるシーンは打った方がいいんですけど、まあ無理に右に持っていく、左に持っていく必要性っていうのもないなと思いました。今のクロスとかも素晴らしいですね。ここチクエゼ中入っていって、まあ、メッシのポジショニングですよね。まあここをちょっと下がった位置で受けて、止められないんですね。もう本当にこのエリア内でこの選手がドリブルして、どんだけ守備が上手い人でもドリブルが上手い人が相手にいると止めるのは不可能だと思います。今の相手としてはちょっと、ディフェンスしようがないですよね。でここもメッシ、まあ、いてルーレット挟みながら、早いですよね。ドリブルされたら止められないですね。ちょっとホワイトさんに申し訳ないぐらい素晴らしいドリブルを見せてました。で、まあ、今回ディバラと縦関係で使っていったんですが、正直ディバラと縦関係はほんまりおすすめしないです。2人ともタイプ的に似ていて、まあ、ディバラの若干身長がある分、ドリブルの精度っていうのは落ちるんですが、できれば、まあ、ロナウドみたいなフィジカルタイプの選手がストライカーにいるとより生きたと思います。ここも素晴らしいですね。もう本当に素晴らしいしかやってないです。では最後メッシまとめていきます。もう今年はメッシの年です。まあ基本的に今作ゲームプレイすごいいいなと思う点としては、ロナウドだったり、まあ、他のちょっと足が遅い選手を使っていてもやれるなとは思うんですが、相手にとって一番何がじゃあ止められないですかって言われた時に、僕はドリブルだと思うんですよね。こういうメッシでドリブルされることが一番嫌だと思います。でそれが一番効くと思ってます。でまあメッシ113,000コインも大変コストパフォーマンスがいいカードだと思います。間違いなくトップメタの現時点では一人なのかなと思ってます。もちろん100万超えの選手とかは別ですよ。ただこの価格では本当に驚異的でゲームチェンジャーなカードだなと思いました。で、まあ実際スピードに関しても全く気にならないですし、今回ハンターつけていきましたが、まあ、やっぱりシュート能力が97であったりポジショニングが95あるおかげで、まあ、スピード的にもシュート能力的にも本当に文句ないなと思いました。で、まあ、例年に比べて逆足の精度っていうのは上がってるかなと思っていて、でロローのワークレートもあるので、もちろん120分という試合になってくれると、まあサブ欲しいかなと思うんですが、90分やる分には全く問題ないなと思いました。まあ今まで過去最強のメッシじゃないでしょうか。でやっぱりこの、まあ、テクニカルのプラスのプレイスタイルですよね。まあ実際現役選手でもメッシであったり、まあムシアラ、ウェルシル、本当に限られた選手しか持っていないので、まあ今後こういう選手が増えてくることによって、まあどうなっていくのかっていうところは見ものですね。まああとは本当にケミストリーですね。この選手を入れるのはなかなか難しいので、まああとそれこそ MLS のアイコンでヒーローですね。ヒーローとまあアイコンをうまく使いながらっていう形になりますかね。で、まあこれからエボリューションというところで、個人的にこのイェドリン、今もうレンジマックスでいなくなってるんですけど、イェドリン79にすることによって、だいぶ使えるカードになるんですよ。このスタッツあれば全然使えるカードにはなるので、まあ、この選手と、まあ、ジョルディ・アルバと、まあ、あとイジャラ・メンディですね。イジャラ・メンディ普通に強いです。現時点では全然やれるボランチなので、ぜひ25レベルでメッシュを使いたいって方は、このカードを取っておきたいのかなと思ってます。というところで、ケミストリーつなげていく感じですかね。まあ、あと、今回、キエリーに僕、エボリューション、もう終わってしまいましたが、使ってましたが、キエリーのカードね、非常に優秀ですね。決して足がめちゃくちゃ速いわけではないんですけど、ペース79に持っていけば、
球大点まで行きますし、やっぱりこの選手の、あの守備能力っていうのは、あの群を抜いてるなと思いまして、187センチで、あのボディタイプが非常にいいんですよね、この選手。で、それもあって、あの本当に使いやすいカードだなと思いました。まあ、ここら辺ですかね。という感じで、メッシ締めていきます。本当に素晴らしいカードなんで、まあ、ぜひね、一度は使っていただきたいなと思う選手の一人です。何かそのコメントありましたら、いただければ幸いです。という感じで、今日見ていただきありがとうございます。ではまた。